メスツキーシュポルトビークルブジリナは、スロバキア北西の都市、ジリナに、本拠地を置く、サッカークラブである。クラブは、オーストリア・ハンガリー帝国時代の1909年6月20日に、ジョルナイ TK として設立された。1918年に、チェコスロバキアが、オーストリア・ハンガリー帝国からの独立を宣言すると、翌1919 19年に、クラブ名も従来のハンガリー語から、 スロバキア語の SKG 内と解消した。スロバキア選手権では1928年と1929年に優勝を果たし、スロバキアの有力クラブの一つとなった。第二次世界大戦後に、チェコスロバキアが共和制から共産党体制へと移行すると、クラブも数度の名称変更を行った。国内タイトル獲得とは縁がなかったものの、 国際舞台では 1961-62UEFA カップビィーナーズカップにおいて1回戦でギリシャのオリンピアコス FC を下し準々決勝進出中央のクラブが参加する国際大会のミトローパカップでは準優勝2回の成績を収めた1989年にビロード革命が起こり共産党体制が崩壊するとクラブも翌年に ジリナへと解消1993年にチェコスロバキアの連邦制が解体すると創設されて間もないゾリゴンリーガへと参加した。1995年からは現在の名称である MK ジリナへ解消した。2000年代に入ると選手強化が進み、2002年にリーグ初優勝を飾ると2003年、2004年と3連覇を達成。 2007年にも4度目のリーグ優勝を果たし、優勝を逃した2005年、2008年、2009年にも2位につけるなど、スロバキア国内では有力クラブとしての地位を獲得している。国際舞台においても2008から09シーズンの UEFA カップでは一時予選から勝ち進み、本戦グループリーグではイングランドのアストンビラ FC に勝利した。なし。ありがとうございます。